はいどうも、妖怪チプニプニ今回もやっていきます。参加使った無課金攻略、今回はね、今回も重要ですね。ガシャやっていきましょう。昨日の方がまあぶっちゃけ重要だったかな。今回サクちゃんと、サクちゃんはなんだ金龍の方ですね。そんであとはプニットショットのシオンね。であとなんだ金龍が、あでも必殺技は何、ボーナス弾降ってくるの方なんだな。全消し、まあ必殺はいい、スキルもまあまあまあだな。でなんだ金龍は2種類のプニ消して降ってくる、うん、デカプニ降ってくる系か。でキラチャラにダメージアップね、うん、でシオンの特攻ということで1日だけということでね、 1.2% 結構出やすいんじゃないか。今しかもトラブル中だし、障害中だし、不具合中だし不具合中は終わったのかな。はい、やっていきましょう。これでも本当な、昨日動画で話したけどこれ痛いよな、このミス、コンプガチャミス。ということでユニオンベルトのね方があれだから、サクちゃんの価値が多少下がったかなっていうね。はい、だからサクちゃんを一生懸命取りに行った人は結構かわいそうだなっていう感じありますけどね。二鉄は昨日なので、うん、ちょっと今日のガシャの価値はおはじき特攻と、まあでもそれでもね、なんだ金龍とサクちゃん、なんだ金龍と、なんだっけとキラチャラ、対戦キラチャラだからそうだね。なんだ金龍がいたらユニオンチップがゲットしやすいって感じだね。うん、という感じですね。ワルシャインのやつはね、昨日のキラチャラだしね。はい。だからなんだ金龍が一番今回のガシャでは価値があるのかな。いきましょう。一応進捗を言いますと、これごめん、2番目のアカウントだったわ。もう始めちゃったからいいや。2番目のアカウント52回の、5回までクリアしてますね。いいね。で元気ドリンクは、あ5回だと10連4マジンコインゲットできるんだな。4個ですね。まあちょっとね、郵便の方に入ってるんですけど、その方ところについてはまたちょっと別途動画やりますんで、それはまた別途ね。元気ドリンクどうですかね皆さんね。うん、まあ私でも今見た通り50をね超えたので、あの2鉄がね、もうこれから落としまくりますね。今回もね、ヒットポイントそんなに高くないしね。1万3000か、ごめん、50。ちょ、途中だけどごめん。1万3000ですね。マックスが1万3000ですね。はい。しかも、キラチャラいれば、そうですね、一発ずつで倒せますね。ほとんど。いきましょう。ちょっと3赤ね、10連ずつ回したいと思います。明日は土雲かな？頼むぜ。いいね。ただ、キターが来てしまいました。ということで、これ、土雲、お虹カップ2個だ。土雲と、もう1個なんとかって感じですかね。やった、最高の結果ですね。やっぱね、こういう、不具合時、障害時は、ガシャが、いいんですってね。はい、ということで、土雲をゲットしてしまいました。いいね。最高じゃん。一応、これで、このアカウントサブアカだけどもろたって感じかな。さあもう一個止まれよ。いいね。どっちかっつったらなんだ金龍の方がいいな。金龍、おおサクちゃんか。まあいいでしょう。これだとねベルトじゃなきゃよかったのにって思っちゃうよね配布がね難しいとこだねこれは。はい、ということでサクちゃんと友達になりました。サクちゃん、まあいいでしょう。今回不気味か。じゃあ、あとはちょっと拾っていこう。なんか、コメントで赤カップからもう Z 以上出ないって言われたんだけど、なんか変わっちゃったのかな、そんな風に。昔は ZZZ がね、赤カップからも出たこともあるし、でも、S ランク以上ガシャになっちゃったからね、そこから変わったのかな。さあ、ラスト金。ぽんよ。まあまあいいでしょう。十分十分。もう、これでもろたでって感じですね。ウォッチ生成にはね、かなり。でも必殺の秘伝書も、そう、たんまりあるんで、サブアカはね、正直こうやっておはじきのために、温存してるんで、っていう感じですね。サクちゃんが加わったんで、
とりあえず行けそうだね。土蜘蛛も一応あれあげとくか。で一応軽く見て次行きましょうか。いやーいいねー、最高だね。こっちは封印バトル用の特攻ですね。この糸は何者も逃さぬ。でスキル2は、まあ、封印ね、剣を倒してからってやつかな。土蜘蛛は妖魔超人剣王に召喚されて超炎獣の力を得た。超炎獣でいいのかな。その表情は決意に満ちており、確かに決意に満ちてるね。超炎獣の気を帯びた蜘蛛の糸で罪なき者を守り悪を退ける。いいやつなんですね、この土蜘蛛は。羽も生えてますね。でサクちゃんの方か。サクちゃんはなんだ金龍裏マップとシオンね、プニットショットできますね。デカプニ必殺技いいですね。必殺技いい。でスキルは両方とも2個ともね最初からついてるという、なんかこのパターンの方がいいな。じゃあ新しい ZZ 結構強いね。シオンによってエネルギーを吸収され生ける屍と化したサクちゃん、他者への嫉妬心だけが残り全てを切り裂こうとするということで、 ZZZ ランクからね屍になって降格してしまいました。まあちょっとねサクちゃんだけなんかあんまりなんか見た目がちょっと怖いなって感じがしますけどね。はい、なんでここ行っちゃったのかな。はい、で一応ミッションだ、ミッション見たかったね。土蜘蛛のスキル2はこれかな、これか。あーないんだ、剣王のステージで。ってことはおはじき12回ってパターンかな。はい、スキル2をゲットしたければおはじき頑張れ、おはじきじゃねえ、プニットショットゴルフ、ここにいますね。11回頑張れよっていう感じですか。なるほど、元気ドリンク頑張るしかないですね。はい、とりあえずただねかなりいいガシャとなりました。じゃあどうしようかな、3番目のアカウント先行きましょうか。よし、はい、これ3番目のアカウントで2鉄53回のここ4回ですね。元気ドリンク3個。そっか、これでサクちゃんね2番目のアカウントでゲットしたから各アカウントの5回はクリアしたいね、元気ドリンクなしでね。はい、じゃあ行きましょう。ちょっとねおまじないでうんとして、バカズキンチャンス前回出たからね。前回バカズキンじゃなくてもう一個の方だったかな。行きましょう。なんだ金龍欲しいな、なんだ金龍。ほらいいね、なんかすごいね、虹カップ絶対止まるね。行きます。なんだ金龍、金龍。うえ、嘘でしょ、何。お前は明日だよ超アップ。ちょっとこの時間帯いいのかもしんない、今土蜘蛛の時間帯なのかも。あ、止まった、ラッキー。でもサブアカだから、あー覚醒か、今回覚醒ガシャでもあるよね。今結構油断してたな、録音してたのに。さあ金ポン、この棒のポン。さあラスト、ウリア。あー残念、ちょっとおはじき特攻はサキちゃんだけしか積み上がんなかったですけど、虹カップ3個も出ましたね。いいですね、ちょっと土蜘蛛さんダブルゲットということで、超アップは明日なんだけどね。でもね大体そんな感じなんだよね。はい、じゃあメインアカいきましょう。おはじきクリアすればまあメインアカも含めてね3アカ、今回誰だっけ三赤剣王も夢じゃない。いいね、じゃあちょっと明夜会行きます。いいね、本当にいいな。はい、これ明夜会になってまして、明夜会戻ってきましたね。2鉄57回。そう、ちょっとねワイポイント稼ぎのためにちょっと結構やっちゃいましたね。元気ドリンク4個だけど結構ね落ちました、実は。で郵便に入ってますね。でねこのアカウントだけワイポイントがすごい少なくて、そう最後ねラストチャンス前回回しちゃったからなんだけど、
でしかもさ、明日土蜘蛛超アップあって、他のアカウント土蜘蛛ゲットしちゃったから、明日このアカウントだけ土蜘蛛引きたいのにワイポイントがないっていうね。でもね、土蜘蛛はラストチャンスにやっぱりちょっと狙いたいっていうか、なんかね、土蜘蛛超アップの時あんま出ないんだよね私なんでちょっとどっちかっていうとこの2択、金龍とサクちゃんがやっぱり確率がね 1.2 ずつだから、ここでちょっとね仕留めたいんだ。1手パーを、うん、あーダメだった。このアカウントが一番欲しかったのにワイポイントないから。そう、このアカウントどうせさ明日あの土蜘蛛超アップガシャ回せなかったから、明日ガシャなしになるなこのままだとあー止まってくれ、止まってくれ、これ逃すとラストチャンスになっちゃうんだよな、ほとんど。あーポン、まあそれは10連じゃ出ねえっちゃ、そのそれまでなんだけど、ポン、はい、こんな感じでした。でもまあ30連でね、虹カップ3個で、はい、まさかの土蜘蛛2体っていうね、なんか良かったのか悪かったのか分かんないですけど、一応今回ね超アップ良かったんじゃないでしょうか。はい、キターもあったからね。どうなんだろうね、ガシャってどんなマス、どんな風なプログラムになってるのかあれだけどね。まあどっちにしろウォッチのためにはね、サクちゃん以外の妖怪はゲットしなきゃいけないので、はい、まあちょっとラストチャンスまでになんとか元気ドリンク貯めてね、あのワイポイントも貯めてまた頑張りたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。一応これで特攻が、このアカウントがサクちゃんで、プニットショットかね、2番目のアカウントがね、あ、このアカウントがキラチャラでね、で2番目のアカウントサクちゃんだから、シオンとね、2鉄の特攻がね1体ずつ増えたって感じですかね。ちょっといい感じになってきましたかね。はい、じゃあ今回こんな感じしました。明日ガシャ回せないな。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、そう、明日は 1% だからな。うん、今回はね一応 ZZ がね 1.2% が2個だからね、 2.4% ガシャっていうかね、はい、それなんで今日回しましたっていう感じですね。はい、すいません、またお会いしましょう。さよなら。サクちゃんどんぐらいおはじきっていうかプニッチョショートでね火力あるかだな、あとはな。